さあ今年の冬もやってまいりますよ。のんのんホスピタル、お相手は、20年ぶりぐらいにスウェットを買ったのすけと、私はこの前スウェットを、4つ買いました、うん、D のんちです。よろしくお願いします。それどうせまたのんちだからおしゃれなやつでしょ。あ、違う、これはおしゃれじゃなくて、あ、じゃあ多分同じ理由だと思うんですよ。そうそうそう、あ、俺は自分のため、人のために買った、人のためでしょ。その必要だからさ、そうですよね。4着ぐらい必要ですよね。そうそうそう、すごい。そもそもが、俺まず恥ずかしいけどパジャマ着て寝てたんですよ、はい、大人なんですけど、はい、いいじゃないの。いや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 、これえこの間人にパジャマ着て寝てるって言ったらパジャマって言われて、へえ、あら、俗に言うボタンが前で、はい、でこれはまあもう予想ついてると思うんですけど、はい、去年から入退院を繰り返してて、はい、入院の時にスウェットじゃダメです、うん、パジャマ、うん、前が開くんで、うんうん、パジャマですよっつって、パジャマを一気に3着、うん、4着ぐらい買ったんですね、うん、はい、すごい、その洗濯もできないから、すごい、そしてまあ元気な体になって今に至るんですけど、はい、もういつももういいじゃないですか、はい、だからパジャマ、はい、着てたんですよ、うん、いいね、のっち、いいって言ってくれるのね、結構周りからクソバカにされたよ、上下セットの、うん、その方がいいと思う、いいですよね、うん、スウェットの上下の方がやっぱりちょっとやっぱ低いと思うよ、俺パジャマをすごいバカにされたんで、うん、だってパジャマでお邪魔だよ、やっぱりパジャマな、それパジャマの方が俺はやっぱりランク高いと思って、うん、上ですよね、まずまあね、短パン T シャツから、うん、次がスウェット、うん、パジャマ、そうですよね、でさガウンですよね、うん、俺はもう今年それで、まあ、ガウンしてましたね、着てたんかーいって思ってますけどね、うん、かっこいいです、白のガウン、かっこいいです、ね、そうそうそう、バスロープじゃなくてなんていうの、そう似てるようなもん、あ、でもお風呂上がりに羽織るわけじゃないもんね、そうだそうだね、あれはバスロープですもん、ね、ああそうかそうか、あの、え、なんかの上にパジャマの上にガウンですよね、そうですね、コートみたいなもんですよね、うん、ちょっと今そうだね、あれもしかしてバスロープだった、いやいや違う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 、なんか着てる着てる、寝るとき脱ぐでしょ、そうだね、だよね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 、なんかどんな、でもさ、もうさ、うん、年末だからさ、うん、でもこれ年末にアップされるかどうかは分かんないけど、最後の日に向けて、うん、なんかゴミすごい捨てた、今年最後の、今年最後の捨てるみたいな、はいはいはい、もうもうもうすごい捨てた、もうやりました、あともうやりました、もうやりました、ダンボールばっか、ああダンボールじゃない、なんていうゴミを、物を、そうそうそう、物を捨てた、カバンとかいっぱい捨てたの、超うん、そうそう、スティック捨てた、捨てた、すごい捨てた、ああ、うん、ちょっと断捨離、断捨離じゃないけど、うんうん、持ってってくれる、なんか逆になんかスッキリしたね、東京って大体燃えるゴミで捨てれるよね、うん、そうなんだよ ね実は、うん、ほとんどでもね、大体はもう燃やしてるし、燃えるからね、うん、だから、うん、だけどゴミ袋は少なくなったから足してるっていうねやつですよね、何すかそれ、ほらゴミ袋使わないようにしましょう、はい、エコバッグみたいにしたせいでさ足りないんだよね、燃料、燃やす燃料が、あれ燃料じゃん結構、はいはいはい、燃え、そうだから種になると、なんか重油かなんか足してんだよね結局、そう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 、結局そうだから日本なんかがやってもしょうがないよ、結局足してんの、東南アジアっていうかあっちの方を規制しないと、もうそういう意味では、あ、燃えにくい、うん、そうそっか、足してんの、あともっと人口の多いね、お国の方たちが、うん、ちょっとやってくれないと、うんうん、そうそうそう、でもレジ袋、うんうん、もうでも当たり前になってきましたね、最近ね、いるいらないでもね、レジ袋についてはまた違う回で話して、ああ今日じゃなかったですね、そうそうそう、あれ今何の、今日は何の話してたんだっけ、いやホットカーペット買ったから何にも進んでないよ、まだ一歩も一歩、まあ、ちょっと物欲がね、うん、もうねすごいんでね、でもさ、はい、物欲がなんていうの解消できるというか、だったら買った方がいいよね、はい、解消、買える時は、ね、そのなんていうの回していくっていうためには変えるときはね、そうそうそう、経済を回すっていうんですか、ああ、よかったです、お金って腐るから、はい、っていう話を、はい、次回します、それではまたさよなら、まあ